そこで止まれ翼。あっ、オーディションの司会者、知らねえ取り組まれやがって。俺から逃げられると思うな。で、そっちの男、貴様は誰のマスターだ。随分と強いパフォーマーを感じるが、いつ今までの敵と違う。気をつけろ、イツキ。クロム、見つけた。シーラだけでなく、クロムの器も見つけた。無事か、イツキ。え、その声、待たせたな、ヒーロー参上だぜ。片付けるぜ、すべて消し出す。カルネージフォーム、赤木トーマ剣山。へっ、決まった。で、俺、イツキたちもマスターになってるのかよ。どうやらそのようだな。ミラージが増えた。全員俺と共に来てもらうぞ。へっ、そう簡単に行くかよ。逆にあんたからそのミラージを追い出してやるぜ。手応えありそうだ。やってみねえとわからねえな。焦るな、落ち着け。それよ、難しいかも。走るからね。走れ、内向。この日は逃すぞ。みんな、ついてきて。いいわね。うまか。うわぁ、失敗しないといいな。助かった。これなら。よし、まだ敵がいるのか。一か八かで光の刃よ。イツキ、翼ちゃん、大丈夫か。やってみねえとわからねえな。たぎるぜ。弱点発見。うわっ、行くぞ行くぞ行くぞ。一発、早く倒れてください。失敗しないといいな。貫くよ。俺から行く。よし、気合い入れろ。俺、いいね、くらえ。逆転発見。あとは俺が次。絶対決めるね。決まった。クロムの言う通りにすれば、一か八かで。その前で行きましょう。走れ、内向。ここか。私から行くね。大成功。ここは一体何なの。よし、逃がさないんだから。まずは俺やった。まだ敵がいるのか。よかった。ああ、
ビビってなんてねえぞ。この日を逃すな。はあ、まずは俺が次。もう一つおまけ。決まった。お待ちかねだ。バカ。本物は誰でしょう。見つけてみろ。足を引っ張らないようにしないと。やっ、ビビってなんてねえぞ。よっ、逃がしてはくれないよな。せい、どうしよう。それよ。落ちろ。セッション行きます。大成功。なんだ。うひ、まだ倒れねえの。セッション、行ける。はぁ、俺から行く。閉じるなよ。それ決まった。足を引っ張らないようにしないと。よし、かわせないよ。俺から行く。よし、やった。しゃあ、どんどん行くぜ。セッション、いける。どうや、俺の槍は。ジャックンだ。俺から行く。閉じるなよ。それ、それで終わり。貴様らのパフォーマーをあの方に捧げるつもりだったのに。親玉打ち取ったり。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。悪のミラージュ、打ち取ったりってな。勢いに乗ったいい戦いぶりだったぞ、トーマ。だがまだ動きに無駄が多いが。なあ、はいはい、分かってる分かってる。けどな、物事にはケレンミってもんが必要なんだよ。というか、死んでねえだろうな、この人は。なあ、カイン、確かこれで元に戻るって言ってたよな。そのはずだ。しかし、ミラージュに憑依された人間とはああも変わってしまうのか。おっと、紹介しておくぜ。こいつはカイン、俺の相棒だ。で、カイン、こっちはイツキと翼ちゃんな。青い月に織部翼だな。君たちの名前はトーマからよく聞いている。面白い友人だと。面白い。
イツキ、お前がイドラスフィアに入ったって分かった時はゾッとしたぜ。イドラスフィア？今いるこの世界のことだ。マジで心配したんだからな。ごめん、悪いとは思ったんだけど、あの時は翼を助けることだけで頭がいっぱいだったんだ。んなことは分かってる。俺はイツキならそうすると思ったから釘を刺したんだ。お前はこういう時平然と無茶するからな。でも今回はさすがに頑張りすぎだぜ。それよりトーマ、どうして黙ってたんだ、こんな危ないことに関わってたなんて。ヒーローは正体を隠すものだ、特に親しい友人にはな。トーマ、正直なところイツキに余計な心配をさせたくなかったんだ。だから黙ってた。すまなかった、イツキ。いや、謝ることじゃないよ。トーマの気持ちもわかるし。サンキュー、イツキ。っていうか、お前もミラージュマスターになっちまったんだな。ミラージュマスターって？カインたちのことをミラージュって言って、ミラージュと共に戦う人間をミラージュマスターって言うらしい。なるほど。お前落ち着きすぎだろ。なんでそんないつも通りなんだよ。そうかな。強いな、イツキは。それじゃ、ここで話してても仕方ねえし、さっさとイドラスフィアを出ようぜ。何はともあれ、二人が災難だったな、翼ちゃん。うん、すごく怖かったけど、いつきくんが助けに来てくれたから大丈夫だったってわけね。ま、翼ちゃんにとっちゃヒーローはいつきって決まってるからな。ちょ、ヒーローとか何言ってるのかな。そうだよ、トーマ、ヒーローを目指してるのはお前じゃないか。やれやれ、全然分かってねえな。ん？俺、変なこと言ったかな。気にしなくていいんじゃないかな。なあカイン、いつもこんな感じなんだ、この二人。俺が話してた通りだろ。聞いていた通りだな。だが、なぜだかとても懐かしい気になる。